諸村労働党中央委員会第8期第9回総会はその活動を続けています。すべての参加者の高度の政治的自覚と熱意の中で2024年度の闘争目標を確定する活動が行われています。会議の参加者は金正恩総書記が行った綱領的な演説の重要思想と精神を対して自分の部門自分の単位の戦闘的課題に対して革新的な実践の方針を模索しました。十分な研究と真摯な集団討議で一貫した部門別文化協議会では第8回党大会の決定貫徹の賞賛を確定すべき新年度の事業の重大性と特殊性に対する一致した見解に基づいて建設的かつ革命的な対策案が積極的に提起されています。研究及び協議会は30日にも続きます。党中央委員会政治局のメンバーが部門別文化協議会を指導しています。朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志に25日エジプトアラブ共和国アブデルファタハシシ大統領から祝電を送られました。祝電は2024年の新年に際して金正恩総書記と友好的な朝鮮民主主義人民共和国政府と人民に最も熱烈な祝賀と心からの祝福を送る、希望に満ちた新年に全世界の人民が力を合わせて平和と安全を保障し気候変動など深刻な挑戦を成功裏に打開しさらなる福祉と繁栄を遂げることを祈る、新年に両国人民の熱望と期待に応じて二国関係が新たな高い段階で一層活性化するものと確信する、金正恩総書記の健康と朝鮮民主主義人民共和国の人民の成果と幸福を祈ると述べています。朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志に2024年の新年に際して28日ロシア連邦共産党中央委員会ジュガーノフ委員長から祝電が送られました。祝電は両党と両国人民の友好と全面的協力を一層強める上で新たな成果があることを祈る、金正恩総書記と家庭の健康幸福を祈ると述べています。偉大な金正日国防委員長の逝去12周年に際して各国から敬愛する金正恩総書記に伝文と手紙が送られました。ネパールマルクス連日主義共産党中央委員会書記長、レバノン勤労者連盟書記長、シリア統一共産党書記長、カンボジアフンシンペック党委員長、パレスチナ解放民主戦線書記長、イランイスラム連合党書記長、ロシア自由民主党委員長、スイス共産党書記長、南アフリカ共産党書記長、コロンビア共産党委員長など各国の政党党首から伝文と手紙が送られました。またタイ民主党副党首、バースアラブ社会党副書記長、スペイン人民共産党中央委員会国際担当書記、国際キミルソン賞理事会、チュチェ思想国際研究所副理事長、アジア地域チュチェ思想研究所副理事長など中国、ロシア、ネパール、カンボジア、イラン、日本、ドイツ、フランス、イギリス、ベネズエラなど各国の政界、社会、各界、財界の名士と地質を研究組織、朝鮮の統一支持及び友好団体、国際機構の中朝代表から伝文と手紙が送られました。伝文と手紙は卓越した思想理論と老練なリーダーシップで朝鮮労働党の発展と社会主義建設、世界自主権業の実現に不滅の貢献をした金正日国防委員長の業績は、朝鮮人民と世界の進歩的人民の心の中に永遠に輝くだろう。金正恩総書記に導かれ、朝鮮人民が社会主義強国建設でさらなる成果を収めることを信じてやまないと述べています。一方、朝鮮労働党中央委員会にカンボジア人民党中央委員会から伝文が送られました。偉大なキミルソン主席の普及の著作を年代順に体系づけて全面的に集大成した不滅のチュチェ思想の前書である、
キム・イルソン全集増補版第28巻が諸村労働党出版社から出版されました。新刊にはキム・イルソン主席が治世45年1956年4月から12月までの間に発表した歴史的な報告と結合、演説、談話など56の著作が収められています。29日平壌の凱旋門広場で敬愛する金正恩総書記の朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官任命12周年を祝う女性同盟員の舞踏会が行われました。参加者は民族万代、革命万代の聖なる偉業を成し遂げ、強大な我が国家の絶大な力を世界に轟かす不正室の栄誉をいただいた光栄と喜びを胸に華やかな踊りの輪を広げました。迎春行事に参加する模範労働者たちが平壌の各市を見学しました。一行は偉大なキム・イルソン主席生誕の地マンギョンデを訪れました。また朝鮮革命博物館の革命先入館と党創立史跡地祖国解放戦争勝利記念館を見学し、軽工業製品展示会軽工業発展2023の会場を見ました。平壌南道品質分析所が竣工しました。各地の分析設備完備の食料分析室と工業分析室、飼料保管室、試薬の製造及び保管室などが揃う分析所の新築により、品質分析の科学化をより高め、道の経済発展と人民生活の向上に役立つ物質技術的土台が築かれました。25日の竣工式に諸村労働党平壌南道委員会キム・ジョンナム書記と関係者、分析所の従業員、平村市民が参加しました。平壌南道人民委員会チャン・ミョンギル副委員長が竣工の辞を述べました。竣工式の後、参加者は分析所を見ました。両岸道の平山生徒学生用制服工場が増改築されて竣工しました。工場には裁断、縫製などいろいろな形の制服を生産する工程が完備しています。26日の竣工式に諸村労働党両岸道委員会キムボム書記と関係者、工場の従業員が参加しました。両岸道人民委員会リー・ミョンジョン副委員長が竣工の辞を述べました。竣工式の後、参加者は工場を見ました。平壌北道のチョンジュ予防薬工場に近代的な生産工程が新築されて創業しました。新工程の構築により、進んだ方法で効き目のある予防薬を作って、人民の生命保護と健康増進、国の保健医療の発展に役立てることになりました。チェ・ギョンチョル保健相と関係者が工場を見ました。朝鮮労働党の指導のもとに日進月歩する社会主義文化農村の新しい姿がハムギョン南道ハムジュ郡の中山農場にも広がりました。ローカルカラーを生かしながらも農業勤労者の生活に便利なように作られた多様な形の平屋、低層、テラスハウスの立ち並ぶ新しい村は、日増しに変貌する朝鮮の農村の発展ぶりを見せる縮図です。28日の新居入りの集いに朝鮮労働党ハムギョン南道委員会チェ・フンジョ書記、ハムジュ郡内の党政権機関の人、農業勤労者が参加しました。同人民委員会キム・セイル副委員長の祝辞に次いで住宅利用の証書が手渡され、決意の表明がありました。新居入りが始まると楽しい踊りの輪が広がり、村は祝日ムードに包まれました。幹部たちが新居入りする農業勤労者を祝い、喜びを分かち合いました。希望に満ちた治世113年2024年の新年に際して、文学芸術出版社、中央美術創作社、平壌美術大学が10種余りの年賀状を出しました。年賀状には偵察衛星万里魚1号を乗せて大空に打ち上げられる新型のキャリアロケットチョンリマ1型の爽快な姿と、自力不況自力繁栄の旗のもと全面的発展目指して邁進する勤労者の姿がデザインされています。またファソン通りと朝鮮式の農村文明を誇り見事に建てられたモダンな文化住宅、
黄金の稲穂揺れる豊穣な秋の風景などもデザインされています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオイヨンスクでした。こちらは諸村の声放送です。青年の思考。国家の復興を目指す今、社会主義建設の困難で骨の折れる部門に志願する青年たちの姿は国中を湧き返らせています。諸村労働党第8回大会以来、わずか数ヶ月間で数千人の青年が党大会の決定実行のため困難で骨の折れる部門に有役志願しました。敬愛する金正恩総書記は、これは戦時に戦場に馳せ参じ、敵軍の統治下の前に身を投げ出すも同じ英雄的な行いだと高く評価しました。社会主義愛国青年同盟中央委員会のリム・グァンチュールさんのお話です。2020年8月28日、首都平壌에서는온나라의관심과축복속에2020年8月28日、平壌では国中の関心と祝福の中、青年デー記念行事が盛大に行われました。金正恩総書記は、社会主義建設の困難で骨の折れる部門に志願した青年たちを記念行事の代表として招き、祝賀文を送りました。そして、党と革命の呼びかけに忠実な青年が多く輩出するのは、その気高い人生観、未来観の表れだとして押し立てました。金正恩総書記は、青年の集団がどこでも戦いの火種になり、良言の火になるべきだ。宝石のような愛国心を胸に、国の復興と進歩のために奮闘する青年の英雄になるようにと頼みました。その大いなる愛情と信頼があって、青年たちはいつにも増して悲願の熱気に包まれています。生まれ育った故郷、面々の希望は異なっても、党に従う同じ夢、同じ理想を胸に、骨の折れる部門や不慣れな地方へ躊躇せず志願するのが青年たちの思考となっています。国の呼びかけに忠実で、社会と集団の前にも誠実な諸村の青年たちは、未来のために奮闘しています。振り返ってみますと、諸村革命の高揚期は常に、青年の熱い志願の熱気から始まり、この熱気によって常に国中は革命と愛国の思いに包まれました。今も青年のいるところでは奇跡と飛躍が次々と生み出されています。青年の思考、交代してお話ししました。偉大な総帥に導かれて。2023年が暮れかかっています。2023年も世界は帝国主義者の強権と戦後、主権国に対する支配と干渉のため、かつてなく不安定な状況が続きました。わけでもアメリカとその追従勢力の軍事的策動により、諸村半島をめぐる緊張状態は統制不能の局面へと走りました。しかし、諸村民主主義人民共和国武力の最高司令官である金正恩総書記の正しい指導のもとに、共和国の革命武力はアメリカと追従勢力の増大する核戦争の脅威を強力な軍事的政治的威力で抑えつけました。112年、2023年2月8日と7月27日に行われた諸村人民軍創建75周年記念閲兵式と、祖国解放戦争での勝利70周年記念閲兵式を通じて、共和国の革命武力は国の自主権と安全を軍事力で侵害しようとする行為をいささかも許さず、これを阻止するための武力による対応をさらに攻勢的に行使するということを世界に厳かに宣言しました。共和国の革命武力は1940年代と1950年代に日米両帝国主義者を打ち倒した誇らしい伝統を持っており、この伝統は
年代と年代をまたがって今にもそのまま引き継がれています。閲兵式で新しく開発された漁村式のチュチェノ兵器の電撃的な崩壊により、共和国の強い軍事力が誇り示されました。思想が強ければ勝てない敵はいないという思想万能論で武装した共和国の革命武力は、閲兵式で最高司令官の命令なら敵を一日のもとに打ち倒す勇猛な気概と精神を示しました。共和国武力の最高司令官である金正恩総書記に導かれるので、最強の攻撃力と防御力を兼ね備えた諸村の革命武力が世紀を継いでの反米対決に必ず勝つことを打ち合いです。偉大な総帥に導かれて、交代してお話ししました。